本日の相談です。どうも、こんにちは。こんにちは。なんとか県に住むタクシー運転手41歳です。最近お客さんに恋をしてしまいました。お相手の方は風俗で働いている方です。自分でもいけない危ない恋だと分かっていても止めることができません。どうしたらいいでしょう。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、LINE とツイッター本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用の LINE との方にお願いします。女性はね、女性専用の方にお願いします。ということで今回はお客様に恋をしてしまったっていうことなんですね。なるほど。いけない危ない恋だと分かっていても止めることができません。すごくこう、なんていうか、ピュアな気持ちがね、伝わる相談内容だなと思います。なるほど、なるほど。まあ、お客様に対してなので、やっぱ相手を思いやる、まあ特にですね、風俗で働いている女性なので、相手を思いやる気持ちを持ちつつアピールしていくっていうのが理想かなと思います。ということで、今日の目次はこんな感じです。風俗嬢の落とし方、効果的なアプローチ方法、お店に行くかどうかですね。では、早速やっていきましょう。まず、風俗嬢の落とし方からご紹介しようと思います。一つ目、ねぎらうことです。まあね、お仕事で大変じゃないお仕事なんてないんですけど、とはいえですね、やっぱ風俗って大変なお仕事ですよね。肉体労働だし、まあかなりですね、精神的にも追い詰められるし、結構ストレスのかかる仕事かなと思います。なのでですね、相手の話をしっかりと聞いて、ねぎらいの言葉をかけてあげるっていうのがいいのかなと思います。特にですね、愚痴を聞いてあげるっていうのがいいかなと思いますね。女性特にですね、愚痴聞いてくれる人に対してめちゃくちゃですね、信頼をするので、やっぱりね、愚痴聞いてあげるっていうのはいいのかなと思います。まだですね、肉体労働なので、やっぱりね、体のコンディションかなり重要な仕事だと思うんですね。そして体調が崩しやすい仕事でもあるので、例えば分かりやすいところで言うと、喉の調子ね、良くなさそうだったら、あ、なんか今日ちょっと声が調子悪そうですね。喉飴どうですかみたいな感じで、ちょっとこう気にかけてねぎらうみたいなニュアンスがいいかなと思います。あと、缶コーヒーとか、まあ、さりげないプレゼントっていうのは嬉しいかなと思います。まあ、高価なものじゃなくって、その時気になったから、まあ、よかったら、みたいな、これで元気出してください。みたいな感じで渡すっていうのがですね、嬉しいかなと思います。で、プレゼントね、結構有効な手段だと思うんですけど、内容としては、やっぱりね、気持ちするものと、あと、蓋がね、ちゃんと閉まってる。そこ結構気にする人が多いので、やっぱりプレゼントするんだったら、そういうですね、配慮できているもの。そして相手があんまりもらうのちょっと抵抗あるようなものっていうのもやめた方がいいです。例えば手作りのケーキとかですね、すごく大きいぬいぐるみとかですね、そういうのはもう困るんで、やっぱこう簡単にですね、その場でパッと思いついたみたいな感じで渡すっていうのが、相手も抵抗なく受け取ってくれるし、嬉しいかなと。そんな感じで、とにかく気遣いと優しさを出すっていうのがポイントになってきます。そして二つ目、相手が興味ありそうな話をすることです。まあ、今回の相談者さんは、おそらくタクシーの中で話すっていう感じなのかなって思うので、そのタクシーの中でしか話せないと思うんですね。なので基本はですね、相手の話を傾聴するっていう姿勢がいいかなと思います。で、相手がですね、興味があることとか好きなことっていうのをですね、質問して、でそれをひたすら聞くですね。まあさっき言ったみたいな愚痴っていうのも有効ですよね。相手が興味ありそうな話を聞くっていうのは普通の恋愛と特に何も変わらないので、何度もタクシーに乗ってお互い顔を覚えている中だったら、まあ基本的には普通の友達との会話としてですね、何聞いても問題ないかなと思います。そういう感じで相手の話をメインに聞くっていう方向性を作って、居心地のいい会話をして、タクシーで移動する時間が相手にとって心のオアシスになるようにするっていうのがやっぱり一番有効かなと思います。で、この時にポイントになるのが、自分の話しすぎないです。タクシーね、結構頻繁に乗られる方だったらわかるんですけど、めっちゃ話してくるタイプの方と、こっちの話めっちゃ聞いてくるタイプの方と、全く喋らない方と、まあ、いろんな接客方法があるんですけど、あんまりにもずっと自分の話をしてくださる方っていうのは、ちょっとですね、しんどいなって思うんですよ。なので、基本的には相手の話を聞く。で、質問しすぎないっていうのも結構ポイントで、相手の女性が特に口数が多いタイプじゃないとか、タクシー乗るときって基本ですね、ちょっと疲れてるときとか、あるいはですね、仕事のことをもう考えてるときとかだったりするので、あんまりグイグイに話しかけない方がいいかなと思います。ポロポロっと喋るみたいな感じの方が結構リラックスできるかなと思うので、癒しを提供するっていうのを心がけてもらって、で、そのベースの上で相手が興味ありそうな話題を振っていくっていう方向性でお願いします。で、次、効果的なアプローチ方法ですね、ご紹介しようと思います。一
1つ目、気持ちを組んだアプローチが効果的。例えば相手がすっごく疲れてるように見えたら、いいマッサージ店の情報を教えてあげるとか、お酒好きやったらいい穴場のお店を教えてあげるとかですね。そうやってタクシー運転手さんってやっぱいろんなお店知ってるっていうイメージあるじゃないですか。だからいろいろ知ってるんだとか、情報聞いたらいろいろ教えてくれる、めっちゃ頼りになるっていう風に思わせると、やっぱ好感度ってアップですよね。でまずしっかりとですね、情報相手に教えることです。でその流れがあると連絡交換もスムーズですよね。ぜひですね、なんとかちゃんに紹介したいいお店あるんですよねみたいな話をして、で相手がですね、すごい気になるとか、いつもですね教えてもらうお店全然外れないからなみたいな感じで乗ってきたら、じゃあ一緒に行きません、 LINE 交換しましょうよみたいな感じで自分の LINE を名刺に書いて渡すとかですね。でこの時にもし連絡来おへんかったら不安やなって思うんやったら、まあ別にどっちでもいいんですけど、よかったらね連絡くださいみたいな感じで、とにかく軽くですね好意を押し付けるとか、一世一代の大勝負みたいな感じじゃなくって、まあよかったら一緒に行きませんかみたいな、友達を軽く誘うみたいなノリでやっぱり交換するっていうのがいいかなと思います。そして二つ目が内面を褒めることです。やっぱりね、風俗っていうお仕事は外見で評価されるお仕事ですよね。まあやっぱり写真の撮り方とか SNS の上げ方とか、めちゃくちゃですね外見について、しかもですねこう悲嘆のない意見って言うといいんかな、結構傷つくようなことをズバッと言われたりとか、気にしてるところをですねこうわざと指摘されたりとかっていう、まあ、そういうですねちょっとこう悲しい目に遭ってる方も多いかなって。それが元でどんどん自分に自信がなくなっちゃう人もやっぱいるんですね。なのであんまりですね相手の外見的特徴を褒めるっていうよりは、相手の行動とか頑張りっていう内面ですね、見た目以外のところを褒めるっていう方向性の方がいいかなと思います。逆に言うと、綺麗だねとか可愛いねは、まあ、日常的に言われてるので、それ以外の方向性で褒めることで他とのですね差別化を図るっていうのがいいかなと思います。まあ、特に自分がね心惹かれている女性なので、話をする中でいいなって感じるところとか、素敵だなって思うところが必ずあるはずなんですね。そこを言葉にして相手に伝えるっていうのがいいかなと思います。自分のことをちゃんと見てくれてる人なんだなって感じたら、やっぱり好感度っていうのは爆上がりしますよね。で次、お店に行くかどうかですね。これね、ちょっと微妙なところなんですけど、まあ、今回はですねタクシーの中で話をしてるっていう前提でお話をさせてもらってるんですけど、まあいろいろあってタクシーをですねなかなか乗らへんくなったとか、なかなかタイミングが合わへんとかですね、タクシーの中でゆっくり話をすることができないとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、そういう場合はその積極的にですねアプローチをしていきたいなって思うんだったら、お店に行くっていうのはまあ手としてはありかなと思います。ただその場合はそのサービスを受けに来たわけではなくって、あくまでもちょっと心配だったからっていう感じで行くのがいいかなと思います。例えばまあ今日ねタクシー乗ってた時に体調悪そうやったからちょっと心配やったんだよねとか、あるいは最近全然顔合わさへんからどうしてんのかなと思ってみたいな感じで、心配だから来たとか話したいから来たみたいな感じを出すのがいいかなと思います。なので当然ですねサービスを受けるというよりは会話をメインにするという方向性で話をしていった方がいいです。でまあサービスをですね受けるかどうかっていうのは、やっぱりそんなつもりじゃないんだよっていう感じ出しといた方がいいです。それでも相手の女性がどうしてもサービスを受けてほしいっていうことだったら、もちろんですね受けてもいいんですけど、でもサービス受けた時点で他のお客さんとの差別化っていう部分が難しくなるので、いや自分はそういうつもりじゃなくって本当単純に体調が心配だったからみたいな感じで、その相手のことが気になったから来たみたいな感じを出した方がいいです。そしてですね、できるなら延長してあげた方がいいですね。のんびりさせてあげたいとか、まあ自分といる時間はねゆっくりしてほしいんだよねみたいな感じで、相手に対する気遣いからまあサービスを利用しているという感じがいいかなと。他の風俗を利用する方とのスタンスとは全く違うんだよっていう感じを出した方が、まあ、やっぱり女性受けはいいかなと思います。またですね、おすすめの動画としてはこっちかな、悪用現金風俗嬢を簡単に落とす方法っていうのを過去に出してて、これもですねよかったら参考にしてください。ということでまとめです。まずですね、風俗嬢の落とし方としては、一つ目、ねぎらうことですね。二つ目、相手が興味ありそうな話題を話すことです。で、次、効果的なアプローチ方法としては、一つ目、気持ちを組んだアプローチっていうのが結局効果的ですよって話でした。そして二つ目、風俗嬢に関して言うと、やっぱ内面を褒めるっていうのがめちゃくちゃポイント高いですよでした。で、次、お店に行くかどうかなんですけど、もちろん行ってもいいんですけど、でも、この場合はサービス目的ではなくって、あなたの体調が心配でという感じで、心配で行ったという感じを出していきましょう。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はね、タク
クシーの運転手をしてますって書いてくださったんで、タクシーにその乗車してるお客さん、その例えばこう出勤の時にいつも使うとか、なんかそういう感じなのかなと思ったので、ちょっとそういう方向性で話をさせてもらったんですけど、っていうことで合ってたんかなあのタクシー、いやでもそのお客さんに恋をしたって書いてくださってるので、きっとそういうことかなと思います。なのでですね、まあ、まずはそのタクシーの中で心地のいい人だなとか、すごくですねくつろげるなとか安らげるなっていうですね、癒しを提供するっていうのがやっぱりね、まあ、これ本編でも言ったんですけどが大事かなと思います。で、まあお店にもですね行くかどうかの話もしたんですけど、ただね、そのタクシーでの会話がうまくいってない、例えばどんな話を聞いてもつっけんどんな言い方をされるとか、でこっちがどんな質問をしてもあんまりですね乗り気じゃないとか、全く話ができないっていう状況だとしたら、お店にはですねあんまり行かない方がいいかなと思います。気味悪がられるリスクがですねちょっとある。そんなに仲良くないのに心配できたって、私のこと何分かってんのみたいな風に思われちゃう可能性だって、まあなきにしもあらずなので、その場合はやっぱりねタクシーでの会話の中で少しずつ距離を詰めていくっていう方向性でやっぱりちょっと考えた方がいいのかなと思います。でそれで仲良くなってから、まあ、お店に行ってさらに仲良くなるみたいな感じの方がいいかなと思うので、ぜひですね相手の様子を見ながらアプローチしていただきたいと思います。よかったらね参考にしていただきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。